ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あれ？嘘だろ。これはもしかして誕生日プレゼントじゃないですか？でかくね。はい。じゃあちょっと開けてみる？はい、開けてみましょうか。はい。せーの。すっ。わあ！みんなーやっと僕だよー。今日はね、あの男性の方々がねたくさんいらっしゃるということで、私は今日こう一点で頑張ろうと思ってます。ね、また登場していただきましたが、本当に素晴らしいパフォーマンス見させていただきましたが、ね、まずトッシーさんと翔太に、ね、はい、あの2人でシークレットスカーレット、はいはい、披露していただきましたが、ありがとうございました、ね、本当にね、どうでしたか。いや、隣見たら巨人がいてびっくりしました。大きいですよね。ね、180センチ超えです。でかっ、ね、すっごい高いミュールっつーの履いてるんですよね。すごい。でしょ。なんで歩けるんでしょうね、俺。本当だよ。あのね、今袖でね、まあそこの袖のところスタンバって、あの準備お願いしますっつって言って、俺と葵くん、まあ同じ、まあ椅子座ってて、はい、呼ばれて、葵くんがはーいっつって歩いてく、俺葵くんの後ろ歩いてってたんですよ。もうね、なんか歩き方が女優さんなの、もうずっと慣れてる感じがね、そうしますね。これ履くとね、そう、ちょっと向こうに、向こうに後ろ向いて歩いてって、歩いて歩いて、この光景を見てんの。うわー、綺麗。ウォーキングが決まってますね。めちゃくちゃ綺麗。うわー、やばくね、かっこいい。出れるよパリコレ、すごいよ。すごいね。いや、今スポット入れてくれてましたよ。さすがですね。ありがとうございます。全然曲の話してない。そうですよ。あれ、この番組って見たことある？あります。あの前回あの福山さんが出てらっしゃいましたよね。はいはいはい、はいはい、見てましたけれども、うんうんうん、はい、あ、そう見た。はい、結構夜の雰囲気もね出しつつの、そうだね、そうでしょ。なんか一番あの今の僕に足りないのは夜の雰囲気かなっていうふうに思ってまして。あ、そう？そう、え、違いますか。なんか夜のこう色っぽい雰囲気ってなかなか僕にはないので、うん、なんかここでちょっといろいろお勉強させてもらおうかなと思ってきてたんですけどね。ちょ、いや、あんまそういうこと言わない方がいい。あれ、嘘。本当？うん、やばい。あ、じゃああの、え、どれ、色系のゴンゲ。あ、すごい。色系の、いや、もうだって今目見てるだけで、はい、なんかほらもうさ、ほら見て。何ですか。いや、ハーハーしてる。なんだ、すっごいハーハーしてる。もう絵になるよね。ほんとだってさ、シンクロ行ってきます。次は獣耳を使って頑張ります。エゾンさんにお金を出すならいくらまで。え、出してくれないんですか。200万。エゾンさんの体どこを触りたい。え、どこ触ってほしいですか。500万。安本さんのテンションが上がる顔をして、あ、カメラで、はい、うわ、かわいい、かわいい。もっとテンション上がる顔をして、はい、いきます。はい、まだあるの。逆にね、逆にね。じゃあ、葵君お願いします。はい、改めまして、巨神です。いや、あの、この巨神だ。このメンバーの中で一番背が高くなると思わなかったですけれども。いやー、本当にね、シークレットスカーレットを葵くんと歌わせていただいて、でけえなーとは思ったんですけど、まあ、それ以上に何よりこう美しいもんで、ちょっとね、今日やってて東司くんの気持ちが分かった気がしたんですよ。なんで俺は葵翔太にドキドキしなきゃいけねえんだって思って、個人的には思いながら歌って、あー、ほら、
ね、さあ、いや、ま、回ってる、もう始まってる、まあ、生放送だから。ごめんなさい、ごめんなさい。見たことある絵だな。ごめんなさい、ごめんなさい。もうついついね、気になっちゃうもんね。そうなんです。いいね、ごめん、いいの、大丈夫。じゃあ、続けていい？安本くんの、あれかと思ったよね。ちょっとマニアックなフェチかと思ったよ、パジャマみたいな。違う違う。なるほど、そういうとこある。そういうとこある。そういうとこはないとは言わない。青いショートのパジャマ姿見れてちょっと良かったなと思った。あ、それは確かに。それは確かに。それ嬉しい。めっちゃ嬉しい。なんか下から照明が来てる感じがいいよね。ちょっとなんか胸が膨らんでるように見えてきた。見えてくる、見えてくる。胸が膨らんでるように見えてきたし、ちょっと本当ですね。すごい。これなんですよ。ちょっと僕の悩みなんですよね。悩み悩み。はい、本日は盛りだくさんなんですよ。そうなんです。盛りだくさんなの。何カップ盛りだくさん。何カップなの。真剣な眼差し。これはちょっとね、皆さんご想像にお任せしますけれども。じゃあすいません、もう一つできるっておっしゃってましたよね。そちらで葵さんやっていただいてもよろしいでしょうか。では葵さんお願いします。私への復讐の証としてワンって泣いてみなさい。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。島崎くんお願いします。はい、あのさっきから右を見ると美女がいて、僕あの自分の六等星のあれで緊張していっぱいいっぱいだったんで、さっちょっと前に気づいたんですよ。みんなにじられてて、で胸筋ちゃんすごいあるじゃない、あのきちっといい胸筋があるから、なんか胸に見えてきて、すごいなんかちょっとドキドキして、今俺さっきしゃがんだ時にすごいなんか、そう今さ胸筋の話したじゃん、はい、俺今触ろうと思ったんだけどなんか躊躇したもん。ですよね。あ、なんかいや、ね、あ、いやダメだみたいな、なんかダメ感がありますよね、うん、みんなの商談だからね。すごいあの美人だなって思いました。はい。感想それ。嘘でしょ。, 笑ったら負けよ、アップップ。めっちゃ見てる。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ見て、めちゃくちゃ見つめ合ってる。まが、ね、そうだね。翔太かわいいな。か、あの、いや、佐藤さんがちょっと反応して、反応してますよ。ちょっと気がつきそうですよ。あれは、呼吸がちょっと。終了です。終了です。にらめっこってこんなに動いていいのぐらい好きなんだよね、ケチャップがね。僕は変態です。全部やんなくていいんだ。全部やることないんだよ。カンペがあるから。いや、カンペない。いや、カンペじゃない、これ谷山さんの発言だから。やりたいの？はい。私たちはトリニティです。4年じゃん。そうだ、無理だろ、トリニティじゃないじゃん。クワトロパス。じゃあ、翔太。雨の名前です。雨の名前です。ね、味とかね、いろいろあります。お、そちらへ。雨の名前いきます。男梅。いいいいね、いいね、いいね。いいね、いいよ。いいね。何ポイント。やばい、すごい。何ポイント。これはもう、じゃあ10ポイント。よし、10ポイント。よし、やばい。いや、正解と同じポイントっておかしいよ。いや、それしょうがないよ、あげちゃうよ。じゃあ、じゃあそして翔太。はい、そのマドンナ、誰にも優しい美少女です。美少女、誰にでも優しい。そのままですね。めちゃめちゃ可愛いですね、はい、そのまんまだけどね。ありがとうございます。誰にでも優しいのは良くない。まあ、まあ、そうね、良くない。そこじゃ設定にケチつけるのやめてください。設定にケチつけるのやめてください。これで止まってもらえば受賞されてんな、このジャケットって思って。ちょっと見てたこう来たんだ。びっくりした。この素材ってそんな貫通するの。あ、これね、この素材ね、まあ、なかなかあの、うん、ね、あのしぶといやつを持ってるんですけれどもね。違う違う違う、ほら、みんな違う違う違う、危ないから引っ張ってたの俺が。
の大丈夫、みんなには分かってないから。葵君のシャツを引っ張ってたの、こう浮かしてたの。どっちのかが分かんなかったから浮かしてたの。浮かしてた、失礼しました。浮かしてたの、はい、今古川君ないと思いますよ。まあまあ後からなんかね、はい、あの配信とかであの見ていただいたりとかね、なんかそこんなくっきり見えるかなぁ。僕は見どころですね。僕に当てられましたということで、いいですか、メガネ女子ならメガネ男子女子。あ、はい、かけ慣れてます。こんなのサービスショットよ。いきます。はい、エロい。あ、エロい、はい、はい、完成。はい、自分が可愛いこと分かってる。もうでもね、いいんです。では最後に信長お願いします。はい、あの昼の部はなんかセクシーでドキッとしたんですよ。でも夜の部は青春って見た瞬間言っちゃって、今 T シャツじゃないですか、あのすごい、あのワンピースで後ろ裏でちょこんと座ってる時すごくて、僕3回ぐらい青春しか言葉が出てこなくて、褒め言葉が青春しか出なかったんですけど、このだって青春の人にフリーダム歌う前、うん、両サイドに待機してるでしょ、向こう側から両手でやられてみ、好きになっちゃう好きになっちゃう好きになっちゃうってなるよ。道理で気持ちがこもった歌でしたね。そういうこと、素敵でした。はい、なんなの冒頭に葵君の感想を言うの。これ一回挟まなきゃいけないの、これ。それで僕のやっぱナウナウなんで一番新しい衝撃なんで、すいません。はい、ありがとうございます。はい、あの望月優馬役島崎信長。葵さん、あのパンツの色だけ教えて。色だけ、色だけ、色だけ。パンツですか。やめろ、翔太パンツとか履いてないよ。パンツ履いてない、パンツ履いてない。パンツ何色かですか。はい、そう。怒った。なんかちょっと三河さんみたいになっちゃう。